アンタレスニュートリノ検出器とのティールのイラスト。アンテリスはフランス・トゥーロン沖合の地中海の水面下2 5トルにあるニュートリノ検出器である。地球の南半球方向から来る宇宙起源のニュートリノ束に対する思考性ニュートリノ望遠鏡として使い、南極にあり両半球からのニュートリノを検出するニュートリノ検出器アイスキューブを保管するために 設計された。この名前は、アストロノミー・ウィズ・エーニュートリのテレスコープアビス・エンバイロメンタル・リーサーチ・プロジェクトから来る頭文字で、著名な星であるアンタレスの名前でもある。近隣地域で使うために設計されたその他の、ニュートリの望遠鏡用に、ギリシャのニーズラー望遠鏡、イタリアのネモ望遠鏡があるが、いずれも初期の設計段階である。 12本の垂直ナイト状の光電子増倍管が離れて並んでいる。それぞれ75個の光学モジュールを持ち、長さは約350メートルである。海底の深さ約2.5キロメートルに、それぞれ約70メートルくらい離れて固定されている。ニュートリノが地球の南半球に入社した時、大抵はそのまま通り抜けていく。しかし、 稀に少数のミューオンニュートリノが地中海の水と相互作用する。そうすると高エネルギーのミューオンが生み出される。アンテリスはミューオンが水中を通過するときに放出されるチェレンコフ放射を光電子増倍管で検出することによって動作する。この検出技術を使うことで検出器より下の物質と相互作用したミューニュートリノによる上へ向かうミューオンとより 多くのフラックスがある、下へ向かう大気ミューオンのサインを識別することができる。南極のニュートリノ望遠鏡をアマンダやアイスキューブと異なり、アンテリスはチェレンコフ放射の媒体として、氷ではなく、水を用いている。水中では氷よりも光が散乱されにくいため、分解能が良くなる。一方、水には氷よりも多くのバックグラウンド光源が含まれ、 これによりアンテリスのエネルギー敷位置はアイスキューブより高くなりより洗練されたバックグラウンド抑制方法が必要となる。アンテリスの建造は最初の糸が配備されてから2年後の2008年5月30日に完了した。初期試験は2000年に開始した。地震系のような検出機に間接的に還元する機器は2005年に配備された。 最初の光電子増媒館の糸は2006年2月に設置された。2006年9月に2本目の接続に成功した。3、4、5本目のラインは2006年末に配備され、2007年1月に接続された。これによってアンタレスが北半球最大のニュートリノ望遠鏡となる重要な一歩であった。6、7、8、9、 10本目のラインは2007年3月から11月、初旬までの間に配備され、2007年12月及び2008年1月に接続された。2008年5月から完成した12本の配置で稼働している。検出機の配備、接続は、フランス海洋研究所 IFREMER との協力により、現在は無人潜水機ローフ、過去の作業では、 潜水艇のティールを用いて行われた。アンテリスプロジェクトは南極のアイスキューブニュートリノ観測所を保管する。二つのプロジェクトの検出原理はよく似ているが、アンテリスは南半球方向のみに注目している。地中海に位置しているおかげで、アンテリスは多くの銀河の宣言を含む領域である南天の100、テブ以下のエネルギーのニュートリノに対する感度がより高い。 アンテリスは、高エネルギーな起源、特に1010 10から1014電子ボルトのニュートリノを検出できる。長年にわたり運転することで、南半球の宇宙機源ニュートリノ束のマップを作ることが可能になるだろう。特に興味深いのは、他の帯域による観測と相関があるかもしれない、天体天元のニュートリノの検出である。このほか宇宙、素粒子物理学の側面では、 アンテリス望遠鏡は太陽、または銀河核におけるニュートラリーノの対象滅という形で暗黒物質を探索するなどいくつかの素粒子、物理学の基礎的な問題にも取り組むだろう。暗黒物質の直接探索を行う玉、CDMS、LHC における様々な実験とは大きく異なる方法を採用しているため、補完的な感度が期待される。 ニュートラリーノの信号を検出することで、状態称性の確認にもなるが、一般的にアンテリスの感度レベルでは難しいと考えられている。アンテリスで測定できる可能性のある他のエキゾチックな現象には、ニュークリアラットや磁気短極子がある。最初のニュートリーノの検出が報告されたのは2007年2月である。6年間のデータを用い、 銀河核のニュートリノ天元を探索したが見つからなかった。大気ニュートリノ振動も測定された。宇宙ニュートリノのためのメインの光検出器に加えてアンテリス実験は塩分濃度や酸素のプローブ、海流プロファイラー、光伝達と音速の測定装置などの深海環境を研究するための多数の機器も収納している。また、 発光する生物を自動追跡するためのカメラシステムも設置されている。これらの機器による結果は検出器を構成する上で重要であるとともにアンテリスの共同研究者である海洋科学研究所にも共有される。アンテリス検出器には自由付帯式検出器を配置するための音響測位システムが含まれるが独立した。 専用音響検出システムのアマデウスも収納しており、これは深海におけるニュートリノの音響による検出可能性を評価のためのハイドロフォンを持つ6つの改装されたアンテリスの改装からなる。これらの音響改装のうち最初の3つは軽装ラインに、他の3つは12本のラインに含まれる。ありがとうございます。